はい、音楽聞いてました、とさはい今日も結構終わって帰ってきましたタップ楽しい舞台楽しいですもう充実してます、毎日がそうこの中で私のメール取ってないよっていう人 あじゃあメール取ってない人に。まあね、メール取ってくださってる。おおなんか前髪いい感じじゃないめっちゃ。これ、帽子脱いだら上がやばいことなってるパターンだけど、めっちゃいい感じすぎてビビった前髪のこの感じ。えっとですね、あのメールを取ってる方には、あのまあ、本音はね、 話したんですけどめっちゃ前髪いい感じじゃない待ってちょっと写真撮るわ <laughs> ちょっと待って前髪がいい感じすぎてちょっと一回写真撮らしてごめんあなんかショールーム写してる今違くてこっちねいやマジでいいわこの前髪の感じ <laughs> ねいい感じ いやなんか意図してじゃないんですよこのシースルーな感じもう稽古終わりに急いでこうやって帰ってきたからうんわざとじゃないえー、すごく待って鏡みたいわいや素敵やばいテンション上がるわ <laughs> そうそうメール取ってそうメールの話だメール取ってくださってる方には、まあ、本音をお伝えしたのでどうしようと思ったんですよ なんか本音をなんかそのメールを取ってくださってる方だけに、まあね、そうメールだからメール取ってくださってたら割と私の気持ちを早め早めにお伝えできる私の、ね、気持ちとか情報とかいくみん TikTok やってるやってますぜひ、継続してみてそう,そうだからねぜひね皆さんにはまあメールを取ってほしいっていうのが一つですね。 あとそうですねうん何だろう? I am「アイアムコリアンイクミーズマイ」わかんない読めなーい <laughs> 僕セリカちゃんズなのでごめんなさいいや全然セリカちゃんズの方大丈夫ですごめんなさいねすいませんね全然みんな無理して私を押せって言ったわけじゃない <laughs> そうそれでですねあのあのですねその今回タップに初挑戦でタップミュージカルにヒロインとして出演させていただくんですけどヒロインとして出演させていただくんですけど。 そうあのですね皆さんに見に来てほしいんですよ私は本当にうんなんか多分なんか配信見てる方どうなんだろうまだ1000人ちょっと私推しじゃない方とかいると思うんですよさっきのあの私はセリちゃんズなんでごめんなさいって言われてた方とか <laughs> そうそうそうなんか私推しじゃない方いると思うんですよで韓国のね ハン、そう、ハン、グ、ハング、ペン何それ韓国のフン、あれわかんないわ韓国のね、ファンの方もいらっしゃると思うんですよでも韓国の方はね、やっぱ日本語だから全部まああれか、それ,それはそうだねなんかなんか私をしじゃ なんか私推しじゃない人も見に来てほしいというかなんか本当にに何だろう私が出てないにしてもなんか本当にすごいもうナチュラルにいい舞台なんですよ本当にこの前竹下ですれ違ったあマジえいハマと一緒に行った時かなそれなんか琴音が。 そうなんんか来て欲しいんですよね本当に物語として本当にもうナチュラル本当にすごいいいお話で作品として見に来てってことやろいやなんかうん,んだろうなぁだからなんか,い別,なんか別に「くみをくみをし」じゃないから別に「くみ見に行かなくてもいいや」じゃなくて本当にいい舞台なので。 お話自体がなのでぜひ見に来てほしいですどこでやるのあのツイッターにもつぶやかしていただいたんですけど今日あの「東京芸術劇場ウエストシアター」日本の歴史が好きなのでそう日本の歴史好きな人は本当にね楽しいと思うそう東京芸術劇場シアターウエストっていうところで。 やらて東京芸術劇場ってすごいなんだろう歴史のあるところらしくてやっぱりそう私だけでなくいろんな人を連れて帰りますまあ本来そういう目的で見に行くもんやしなんまあそれもあると思うのでもアイドルのファンの人ってやっぱ少なからずその推し面が見たくて。 見に行くおしめのたにに見に行くじゃないですかだからそういう場合ってやっぱり中野今回の場合だと今私中野育美のことをおしめんじゃないとなんか別におしめんじゃないし見に行かなくていいかって思うと思うんですけどそうじゃなくて本当にもう本当にすごいいい話なんです。 でなんかその視点が面白いというかその今回の武田っていう舞台はあの戦国時代織田信長とか徳川家康とかそ,その人たちがいた時代の武田武田信玄っていう多分ね勉強があんまりできない方も聞いたことがあるであろう一度聞いたことがあるであろうすごい武将さんがいるんですけど武田信玄っていう人がいてその人の武田の騎馬隊っていうのがすごく 有名じゃないけどすごいすごい舞台だみたいなもうとっても強かったんですよ「武田の騎馬隊」っていうのがその武田の騎馬隊のその騎馬隊の人じゃなくて騎馬隊の馬たちの視点で描いた物語なんですよね今回。そうたこの今回のタップミュージカル「武田」っていうのはその武田の騎馬隊の馬目線のお話でだからすごい。 えってなるじゃないですかえ馬めしよみたいなそうなんです実は全員馬なんですよ登場人物人物じゃない登場馬物もうなんかもう私びっくりしました台本で登場人物って書いてないんですよ登場馬物なんか読み方が正しい読み方が分かんないんですけど登場人物の人が馬になるまあそりゃそうだよね人じゃないもんねみたいな <laughs> そうでも全員馬なんです本当に みんな人間は本当に出てこなくてそう,そう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 設定が面白いそう切り口がすごい面白いじゃないですかなんかそれだけですごくななんんか面白そうって思いません,なんかそう斬新だと思うんですよね騎馬隊の話そう騎馬隊の馬の話ですね オリジナルストーリーでも歴史師匠がしっかりしてたら嬉しいなあのねオリジなんだろうな,な,んかなんかそういう心配は割といらないですねはいちょっと桃色聖人さん何言ってるか分かんないですけど千秋楽行くよああありがとうございます千秋楽ね千秋楽もうそうですよね11月30行くよだってありがとう行きたかったえー、来てほしい本当に俺も年生までじゃあ見に来るべきですね 復帰はいつですかえっ、ー、と復帰うーん休んでない <laughs> まず休んでない <laughs> 歴史交渉あ歴史交渉ね騎馬隊の話は聞くけど馬の話は初めてそうだから騎馬隊の話なんですけど騎馬隊の馬目線の話なんですよね SET ってすごいですよね本当ですか SET さんはもう本当にすごい。 まだチケット売ってるのまだ多分チケット売ってるんじゃないですかね多分売ってます売ってます。平日だと割とまだ、平日は割とね、あの、こ来られる可能性高いので、よかったらね、皆さん、お仕事帰りなどに見に来ていただければ嬉しいなって私は思います。話、話してたら興味持ってくれた女性の友達連れて行きます。あ、女性の友達いるんですね。<laughs> イクミンの説明機入り興味があいた。あ 本当ですか嬉しいの嬉しいですねどこで買うのどこで買うんだろう多分でも普通になんかヤフーああなんかインターネットで SET って三宅裕じさんあそうです三宅さんのですね SET <laughs> ひど大丈夫ですよ冗談なんではいそうくまぱさんとの冗談なんで大丈夫です あ、顔が見えないとかないの大丈夫ですね。チケットピア。あ、チケットピア。そう、チケットピア出そうです。友達から感想聞きます。本当は見に来てほしいけどね。タップも、タップもします。見に行きたくなってきました。よし、行きましょう。千尋さん、行きましょう。 チケットピア E プラスローソンチケットで売ってるようだってえーまゆこちゃんありがとうだそうです皆さん、えっと、チケットピア E プラスローソンチケットで絶賛発売中なので皆さんいつから始まるのえっとですね11月28から282930が1回公演夜の夜の公演で,で1日2日が2回公演なんですよね土日が土日が2回公演なので よかったら皆さん来てほしいなってとっても思いますねもう終わり惜しなくなってたああ泣いちゃうポロポポトポトポトペタッ SET 隊の人と一緒に行く人がいないんですが大丈夫です一緒見に来たらみんな友達 <laughs> 見に来たらみんな友達になれるイエーイえもう私私とか舞台とか全然一人で見に行けますけどね 2日ならいけそうあでも2日とかはあの割と早めにもう本当に早めに取らないとギリギリ結構ギリギリらしいのでそういけたら行くあいけたら行くは来ないやつですね <laughs>、はい、ありがとうございます来てほしいですけどね絶対行くあブラックさん絶対行くだって嬉しいじゃあね是非見に来て「ショールームで行ってたの来たよブラックだよ」って言ってくれたら嬉しいですねまた見に来た後に。 行けたら行きたいなえ来てほしいなマジかそうマジだから今のうちに今のうちにもう買っちゃいましょうマジで急がないと急がない初日と最終日行きますああそういうタイプですねありがとうございます タップ舞台なの？そうなんです。今回ね、タップタップミュージカルなんですよ。だから歌って踊って。驚くかもなんで <laughs> ウェイチヒロん <laughs> 推しが言っていいと言えば行きますね。誰ですか？推しの方はこの前肘とティックトック撮った。撮ってないですね。撮ってないでーす。 そう岸谷五郎さんとか岸谷五郎さんはおられないかもしれないわかんないなタップを教えてる人世界で有名だよねあそう今回ねだからあのタップの世界ではもう本当に知らない人はいないっていうぐらいもうとっても有名なあの秀坊さんっていうもう本当にもう本当に有名な方が 出演されててその他にもねほとんどねもうほんと出演者の皆さんもうほぼ全員もう,もうタップ経験者でもう本当に10年以上やってる方がもう半分以上なのでそう。 選抜入ってほしいねんけど入りたいはそんなん言ったらもう <laughs> 今ライズがかかりちゃうもうダンス得意上手うまいんだよねそう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 タップねやってらした方なのでそう刺激になってるねそうですねもう刺激がたくさんですそうタップ そう皆さん、ぜひ見に来てほしいなと思って今回、本当に。イクミんはタップ初そうですね、本当に初であの、本当に稽古が始まる1週間前じゃないですけど、本当に稽古が始まるまで2、3回かなしか結局、タップの稽古、レッスン受けられなかったんですけど、あのね、本当に大変です。 ーわろたわろっィー中野タップいくみになるんか行きたかった中野タップいくみに,にはならないけど来てほしいなタップで苦戦してるとこはそうですね音が難しいですはいそんな感じです練習に怪我をしないようにねだってああかモさんな 頑張るねショールームイクミンのハロウィン楽しみにしてたけど残念あ全然私ハロウィンやる気ないんでごめんなさいツイッターで横道が反応してたよそれに私も反応したよおじさん世代にとって SET の舞台に出るってすごいって思っちゃうそうなんですよ今回 SET さんにね出させていただいて本当にもう本当にすごいことなので本当に頑張りたいと思ってるし次につなげられるように皆さんにたくさん見に来ていただきたいなって。 思います本当に。はい。本当にそんな感じですもん。そう自分が一番下って燃えるね。そうなんですよ本当にそうで私自分が一番下っていう状況が多分本当に好きなんですよね多分。もう一なんか本当に自分が一番下だとこんなにた楽しいなんか。 自分が一番下なのが楽しいっていうよりはその自分なんかまだまだ自分頑張頑張れるじゃないけどもっと上があるもっと上に頑張っていけるみたいなって思うので本当に楽しいです今喋ってるだけで誰かが伝わる喋り方ないよなだってえう、ー、しいそんなこと言ってもらえてでも本当にもう本当に笑って泣けるんですよね今回の舞台 追い込まれたいタイプかそうですね割と追い込まれたいタイプかもしれない話聞いてたらめっちゃ行きたくなってきたええー、来てほしいまさひろさん待ってますあ、好きなことに対してすごくストイックそう好きなことに対しては本当にストイックです泣けるのあ、もうめちゃめちゃ泣けます私そう本当にこれどこまで話していいんだろうでも本当になんか台本毎回読むたびに泣きますね私マジで これは本当に冗談抜きにそうなんかそう、今日今日今日、あの最後までいちそのね立ち位置とかで立ち位置をねやってたんですけどその泣きましたねあの泣きました <laughs> その本当にその泣けるシーン っていいう言い方変ですけどその私がいつも泣いちゃうシーンをねあのやってたんですけど別に流れでやんなくてもそのやっぱあの演出家の方がこんな風にこうにうこういう感じでこういう感情でみたいなのを聞いて自分がやってるだけで本当に涙が出てくるというかもう本当にわか,かんない。私がすごい 私って結構人より感受性豊かな方だと思ってるんで <laughs> あの私が感受性豊か豊かすぎるせいなのかいやでもそんなことないと思うんですよね本当にいいそう本当にいい本なんです本当に面白い話う本当に笑って泣けてっていう感じなのでうん。 うん本当にもう見に来てほしいっていう気持ちがもう前のめりすぎて皆さんに惹かれないかすごく不安なんですけど昨日のメールで舞台にかける思いが伝わったよ昨日どんなメール送ったか覚えてないっすけどね <laughs>、はああそう郁人が楽しそうにやっててすごく嬉しい。 変装しないとバレバレレよそうなんで,でもなんか私変装だから結局なんか私なんかが変装してもなって思っちゃうんですよね外歩く時の話ですよねでも別にだなんかうんなんか別にいいかなって思っちゃうんですよねうーん <laughs> そうでも本当にそう 一人舞台いや、一人舞台じゃないです、本当に大勢あっ、チラシある、チラシある、チラシある、ちゃじゃん、てってれー、武田、戦国タップミュージカル、私ね、じゃあなんか私、でも、マリアちゃん、舞台の稽古楽しそうに話してたよ。いや、そうだと思う。 オーラ出すなよ声かけれねえよ <laughs> それは別にオーラ出してないし <laughs> 全然声かけていただいて大丈夫ですよ声武田信玄ってことかるうんでも武田信玄ってことです武田信玄さんの話ですねそうそうそう本当に。 ででん本当にねこのもう本当にもう出演者さんがもう本当に豪華なんですよあの長谷川純さんってあのあれに出てた方ですあの「渡る世間は鬼」ばかりに出てた方らしいですらしいあのうちのスタッフさんがですねうちの,あのスタッフ8をね割と結構ちゃんいろいろ台本とか書いてくださってる 方なんですけどその方が本当になんかもう渡り世間鬼ばかり世代らしくて本当にもう長谷川潤さん渡り世間鬼ばかり泣いてるって言っもう語るぐらい本んなんかそうなんです好きらしくてのの長谷川潤さんですし、まあ、これが中野ですこれがひどひどで坊さんですね牧野ンナさんが気に入ってたのは長谷川潤さんですか そのポスターは非売品ですかいや多分出回ってるんじゃないですかポスだチラシですもんポスターじゃなくて普通にチラシなんでこれからなのかなわかんない劇場ね AKB 劇場に置いてもらえないかちょっと掛け合ってみようかね「座頭市」の人やんあ座頭市そうですね秀坊さんそうこれこの方がもうあのもう世界で有名なタップのタップダンサーさんの秀坊さん そうで今ザ坂係長って多分ね「あのエンタの神様」とかで見てた方も多いんじゃないでしょうか今ザ坂係長さんとかですね本当にタップで有名な方とか SET の方ももう本当にいろんな方がたくさんいらっしゃるので。 瞳の舞台も割と面白いそう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 琴音の舞台もね私見に行ったんですけど本当に面白いストーリーだったんですけどあの私もう武田の舞台ももうもうそれに引けを取らないぐらい面白い舞台のですのでもうぜひ見に来てほしいですねいや本当にそうそう 舞台見るの苦手だけどいくみんが少ない。行くけんええー、来てほしい、待ってます。来いってことは当たり前でしょう。早く来て、来てください。時間だよ、だって。あーあー、時間だ。みんなじゃあね、ぜひね、舞台見に来てください。待ってます。楽しくやってます、結構。見に来てー待ってるみんなのこと。待ってるから、明日も時間があれば宣伝ショールームやるんで。 また来てください。バイバイ。絶対に来て。<laughs> 終わんないんだけど。バイバイ。はい、来るべきです。皆さん来るべきです。もうこれは人生の糧となります。本当にとても素敵な舞台です。もう物語が素晴らしいので。 はい、来てください。皆さん待っております。人生の糧です。